メラ崎神社は、千葉県立山市メラにある神社。旧社格は豪社。天父、命、須佐のおの村、金山彦命を祭人とする。神武天皇の勅命で、四国から天府、命が、天日は死命の孫である遺物氏名を率いて、肥沃な土地を求め、暴走の地に来られた時に上陸した場所が、メラの一角の駆け先であったと言われる。 かけさきの東の海岸にそびえる二方のうち、海岸に近い山を、男神山、田を、女神山と称し、小神山に、祖神は雨の太玉の命、女神山に御光天日、李の命を祀る。天府命はさらに肥沃な土地を求め、メラ本郷に転居し、上の谷に、太玉の命、下の谷に、天の押し日の命の仮り宮を建て、それぞれを、上の宮、下の宮と称した。 天府命は、ここを出発点として、暴走開拓を進めていった。天府、命が暗号を去った後、里人が命の徳を忍んで社殿を造営したものが、メラ神社と言われている。もともとは、メラの家並みの中にあったが、1七百三年十一月二十三日に、大地震で起きた津波のため流出、八百七十六年十一月十一日のメラ川大火で、 消失、1879年10月3日に台風のため倒壊など災害が相次いだ。度重なる災害により潜座を決定。1880年6月に社地整備を寄港し、1882年9月に竣工した。その後、社源造営の計画を立て、1907年3月22日に不審を開始。 1908年7月31日に落成した。現在の社殿はこれにあたる。1915年には五足一記念に外域の玉垣を作った。1930年には新域を拡張した。2019年の令和元年、房総半島台風の影響は大きく、廃殿は傾き、三越蔵の倒壊や三越に木が大破する大きな被害が出た。これに伴い、 メラサキ神社がある。メラ地区の有志が、御しの修復委員会を立ち上げ、4000万円の寄付を募ることとした。本殿、平殿、拝殿、社務所がある。新予像は、白木造りの大天皇、小天皇と呼ばれる御しと、子供御しが収蔵されている。2019年の台風15号により、本殿が傾き、御し蔵が倒壊のため御しの三期が下敷きになった。 社殿から海に向かって、左側に、新横、長寿社、三州河原、右側に御神木、夫町次第、岩倉がある。境内下には、採石、狛犬、大仙津神がある。宝物石符一個、石剣一ぶり、蔵王権限の像、須佐ノ村大蛇大治の像、歴史資料人建設の寄付書類、ありがとうございます。